さあ始まりました頑張れ南勝 SC でございます3時になりましたということでね今日もね、えー、元気に参りましょう、えー、なん頑張れ南勝 SCMC を務めます吉本興業の井上真と申しますそしてお相手はこの方です南勝 s 浅田です <laughs> よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします普段はね <laughs> コーチとか、えー、ジュニア子供たちの指導とかねたくさんされてるという浅田さんでございますけれどもちょっとだけですお元気ですか <laughs> はい元気です <laughs> なんか花粉症とか大丈夫ですか？あ、僕全然大丈夫なので。そろそろ僕着てる感じなんですよね。お母さんは？まず痩せましたねん。何ですか？痩せました。<laughs> ちょっとね <laughs>。どうしたんですか？企画で痩せる企画をして、あわかります？なんか痩せって。いや、そう炭水化物を抜いてるんですよ<ー>。アス、アスリートだない。いや大変ですね。炭水化物食べれないって結構食べれないもんなんですね。<ー>まあそんな話も <laughs>。 <laughs> 僕の話はいいんですちょっと食べ物とか詳しくなってまいりましたけれども今日は、ね、そ関係なく南葛 SC の話ですからね、はい、え皆さんこの番組は東京都社会人リーグ2部から J リーグ3人を目指しております葛飾区のサッカーチーム南葛 SC を熱く今日も応援していく番組、えー、ディレクターはおなじみ大久保ディレクターでございますよろししくお願いします。<laughs> 意地ででもあのパーカーカ着てくるんです一、ね、回僕らが「ちょっと寂しいじゃないですか」って言ったんですよね、はい、あの猫がスケボー乗ってジャンプしてるなんか意味わかんない色のパーカーなんで着てこないんですかって言ったらね浅槍でしたっけ言ったのはいそしたらもうそれから毎週着てねいやこれ見ないと気合入んないですよねやっぱね <laughs> <laughs> ちょっとね、はい、その辺の裏設定も大事にしながら、はい、今日もね楽しくあの南瓜節の情報をお伝えしてまいりましょうはいということでございまして今日も行ってみましょう行きましょう皆さん今日はねディレクターも行きましょう頑張れ南瓜節って言ったらキックオフですよいいですかじゃあ今日大久保さんだけ行きましょう行きますよ頑張れ南瓜節はいキックオフ <laughs> いいでいね。あんな声出たんです、ね。出ますね。出ますね。僕あの来週お休みします。いや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 いすいや <laughs> いやただいやいやいやいいい からからっていうか何でしょうね喉の一部から出てましたけどもね。うん、いやけどいい声でした。<laughs> えー、いい声でした。はい、いい声でした、えー。そんなごディレクターとお送りしていきます。今日も頑張れ。南葛 SC でございますということで、えー、初めてね聞いていただける方もいらっしゃると思います、ね。そうですね。J リーグを目指してですね今、はい、東京都リーグ二部というカテゴリーで戦っている南葛 SC でございます。はい、葛飾区が。えー やっております、えー。サッカーチームでございます。葛飾区やってるね。葛飾区で頑張っております。すサッカーチームでございますけれども。あ、そう、どうですか。最近の南葛市は。南葛市ですか。ええ、相変わらず絶好調です。トレーニングマッチが。 そうですね2月5日に開幕の方がね3月末ぐらいということでそれに向けて今動いてるわけですけれどもトレーニングマッチが行われましたどちらの模様をちょっと教えていただいていいですかそうですねえっと昨日は流通経済大学さんに大学さんの方でお願いをさせてだいてはい龍ケ崎のグランド行ってですねトレーニングマッチを行いましたはいんか新加入もねたくさんいる中で 選手たちの動き、そしてテンション、はい、いかがでしたでしょうか、チームできてきてる感じですかそうですね、ああだいぶの新加入の選手があの、もう練習にも混じっておりますし、はあはあ、練習試合、まあ、トレーニングマッチの中でも、ええ、かなりアピールしてる選手は、すごくアピールしているのとです、ね、あとは今年はちょっと、 まあ、コミュニケーションをいっぱい取ろうということで、<laughs> はい、あのミーティングをかなり選手とコーチと、まあ、向笠監督筆頭にやってる中で、かなりそういったところが合ってきたなっていうのが、昨日の試合なんか見てても、まあ、相手はやっぱ大学生で勢いありましたけども、でですもんねそうですね今やっぱり大学サッカー界では、本当に上位を争うチームですが。うんはい かなりいい勝負というかほぼ互角でやってますので、はい。ただ新しい選手がすごくいいですね。アピールしてて。でももうあの今メンバー二十八人揃いまして、あの新シーズンに向かうと。その中の八人の方が新加入ということで。そうですね。結構これ入れ替わりましたよね。まあそうですね。昨年度から五名。 ちょっとアウトして、新しい選手をということで、これはもうね、はい、ファンとしてはわくわく度合いが増してるわけですけど、これ、新しく入ってきてこう、すぐ仲良くできるもんなんですか あのまあもちろんあのお友達を作に来てるわけではありませんので何何あの子みたいな何ないんですかあ,あそれはありますよえそれはそれはあ,れはあの正直あります <laughs> えあのだあのバレーシューズの中にガビを入ってるみたいなあ,あそれはないですそんなイケメンな人はバレーシューズがない、ね、じゃないですか、ね、サッカースパイク、えー、ほらポジションの奪い合い文字通りねそうですねポジションの奪い合いですからそうですねはいですんで<そ>まあ、うん 既存の選手はうかうかしてらんないですし、うん、今年取った選手はほぼほぼ即戦力なのであなるほどかなり、えーまあ、皆さん大好きなあのケケを筆頭にです、ね、うフォワードのガナナンストライカーケケ選手、でも逆にそれがいいんでしょ そうですね競争世界なので競争してまあ充実してやってもらえればなと思います戦いは始まってるもう全然始まってます試合に出るところからはいそこに戦が激しい方が試合出てもいい結果が出るんじゃないかなっていうもちろんそうですねはいなるほどわかりましたあの開幕戦の日程とかっていうのは決まったんですかはい消しちゃって致しました大丈夫ですこれサイトの方にも出てますえっとこれからあ 日本一早く通るストリングリーグの開幕戦、これは場所はもちろん、葛飾総合スポーツセンター、ことしは開幕戦はホーム、葛飾で開催させていただきます素晴らしい、日程の方が3月の26日、日曜日でございますね、夜の7時キックオフということで、皆さん来てもらいやすいんじゃないですか、これは。 そうですねファンの方々はいつも同じ時間帯ですので、ちょっと夕方、遅い時間になってしまいますが家族サービスが終わった後あとですね、家族で来ていただいてもいいですし結構、毎回開幕戦はですねかなり多くの方々にスタンドを埋めていただいてますので、年もあも本当に多くの方々のご声援いただきたいなと思っておりますこれね、本当に雰囲気もよく、いろいろね、FIFA アンセムで入場いたしまして、そうですねなんかいろいろハーフタイムショーとかもね、あったりしますので、えひ ぜひもう J リーグさながらで盛り上げようとわれわれね、微力ながら頑張っておりますので、そうですね、ぜひ皆様、ねはい、あの入場無料でございますから、われわれはまだプロではございませんので、ではい、えぜひ見に来ていただいて、応援していただいて、背中を押していただいて、プロにしていただいて、そうですね、ねはい、そのとき入場料をぜひ払っていただきたいと思っておりますけれどもね、はいはいで、新加入もいろいろね、あのー、いらっしゃいますけれども、あのーまあ、目玉としてこういうファンの皆さん、気になるところだと思うんですけれども、14番、清水周平選手。 ね、目玉なんですかこれは目玉でしょだって元南葛エースじゃないですか一回離れられてまた戻ってこられてっていうことやっぱみんな注目してますよこれはあそうですか<え>背番号変わりましたよねあ,さあの去年から去年既存のメンバーも背番号変わってる選手が結構います清水選手は南葛今いた時は確かえっと彼は28番だったかなが今シーズンは14番14番なんですね半分ですねちょうどおお なんかそういうのはあるでしょうねありますねねいろんな気持ちがあるんじゃないですかはいええ、半分なっちゃうんですかね半分なっちゃうっていうかなんなんですかね気持ち新たにね <laughs>、ええ、まあなんかあの十、ー、四番好きみたいで彼は十四番といえばねヨハンコライフそしてミスギジュンやっぱテクニシャンそしてゲームメーカー司令とねなんですかどうしました今気づきました、ええ、いやそうで十四番は結構僕子供の時も取り合いの番号じゃないですかはい<ー>え、ね そううででししょうねなるほどす <laughs> すいまません情報不足今気づきました清水秀平選手といえばなんかでね三部時代から引っ張ってきた中心選手でもあると同時に修徳、ねはいえー、高校、地元、ねはい、え出身の選手でもありますと、はいえー、そして一度、海外挑戦、はいね、マケドニアの方に。はに。 行って、えそして日本に帰ってこられて、まあバンディオセカコガという、昨年度はあの関西リーグで、はい、プレーしております。ということは今長瀬氏がいる東京トリグニ部よりも上のカテゴリーで戦われ、えっと三カテゴリー上ですね。ああそうですね。うちはあの上から数えて今八ブリーグということで、五部リーグで戦ってた成績なるほど。はい。じゃそんないろんな経験を生かしてですね、また貢献していただければということですかね。 そうですね、うんあのー、やっぱりその海外でやってたということと、うん、関西リーグ、やっぱ一部でやってたということもあって、はいえー、今まで前にいたときと比べるとちょっとまあ表情も変わりましたしあ,あと一番違うのは練習のときもそうですしトレーニングマッチもそうですけども、はいえー、やっぱり味方を鼓舞したりですとかあとはそのプレーの精度というところは。 すごく高くなった気はします、私も見てまして、もともとやっぱ中心選手ですけど、そこのキレが増している、そうですね、なおかつやっぱり人間としても生まれてきた部分もあるんですかね、一人でこう、だと思いますね、すごく人間的に成長して、戻ってきてくれたなと思いますので、今季の活躍は本当に期待したいところですね、14番、見どころですね、彼がどれだけピッチの中で表現できるかで、だいぶチームも変わってくると思いますし、まあ、 戻ってきてもらった以上、やっぱり引っ張ってもらわなきゃ困りますし、戦力として、本当にポジション、まだスタメンで出れるかどうかも、もちろん分かりませんが、やっぱりそういったところで、中心メンバーとなって、活躍してもらえるように期待したいなと思っておなるほど、分かりました、14番、清水周平選手、ミッドフィルダーですね、地元、周東出身、注目です、注目です。先週来まました谷本キキャャププテテンンもも新彼にはちょっと信頼を置いてすので いい風になってもらってこれはもうある種中盤の翼君といったところでしょ現状そうですねちょっと黙っちゃいましたけどもそれは厳しい目で見てだけでもそれはあれですよ理想は高くコーチ陣あっていいんですけど現状の翼君っていうの決めていかないとねなるほどこっちは見る側はシンプルな方がいいですからなるほどねえスカイラブハリケーンできるのいないですよまだ。 それは大丈夫です。危ないんで、子供たち真似しないようにしてくださいね。ねりましたただ、はい、それが出る時が来るかもわかんないっていう、ね、可能性ありますね、えー。可能性ありますから。はい、あのー、先週ね、谷本選手来ていただいて、はい、ポッドキャスト収録ね、この収録後にも望んでいただいて。はいはい、そちらの方でね、皆さんぜひ今シーズン、えー、そう、当たり、当たるチーム全部のね、えー。対戦予想なんかもしてますんでね。言っちゃったんですか?。え。あなた言ってたじゃん。すみません。はい。 っちゃいまびっくりした夢を見てたのかなと思って <laughs> そこでね展望なんかも喋ってますんでねその辺の,あのグループ分け、えー、くじ引きの模様、えー、そして今シーズンのどういうふうに相手と当たっていくどんなチームと当たっていくのかのところはね、えー、裏ポッドキャストなんどでね、はいえー、こっちでもあのその度にお話させていただきますけどもね。ねはいはい、ということでございます。まあ、新加入のの選手ももああともう一人ぐらい、あのー この来週もね、含めてどんどん開幕までにご紹介していければいいと思うんですけど、今日はまあ。チュンシュウヘ選手。上から行きますか。そ,そうですね。はい。じゃあ背番号五番の、ね。そうですね。えっ、ー、と、安藤翔という選手が。はい、ディフェンダーなんですね。ディフェンダーですね。はい、センターバックを彼はやっております。彼はあの、江戸川区の出身で、うん、あの、まあ葛飾区のお隣ですので、うん、はい、隣で。 から来てますなるほど、はい、あもうでもお,お顔の方もねホームページぜひ皆さん見ていただきたいんですけどディフェンダー顔ですね <laughs> そうですかねディフェンダー顔っていうのあれですけどなんかこうしっかりセンターバックで守る男っていう、はいまあ、彼はあの,、うん、その今話出ました清水周平の大学時代の後輩なんですね。はい、あなるほど、はい で昨年度までは中国リーグ、われわれさっきと同じですね、はいえー、3カテゴリー上のところの松江シティというところでプレーしていまして、ちょっとレンタル移籍なんかで、東北のリーグの方にも行ってて、うんあの、ポテンシャルはものすごい高くて、うん、今、すごく真ん中、センターバックは競争を激化してますね、はい、彼のおかげで。なるほど うかうか知らないですねみんなうかうか知らないですねいやー一番ピリピリしてるのはケケじゃないですかケケはだって前線だからねあケケのとこのポジションも新加入選か。フォワードもそうだ加入しておりますその辺の情報もねえー、今日はなあのー、ゲストの方がねもうリレーで そう今まで来ていただけるってはずだった、今日はなんとね、藤野選手が来てくれるはずだったんですけど、はい、ちょっとね、諸事情で来週は来れるという話をいただいてます,のでてますか、藤野選手、聞いてますか、来てくださいよ。はいね 必ず来てくれると思います、えーはい。生の声ね、現状のイメージなんかもね、伺えればいいな、ね、と思っております。はい、ありがとうございます、えー、頑張れ、南風石では来週からもですね南風1位、J リーグに目指した情報をばしばしお送りしていきたいと思います。えー、スポンサーの方に支えて,い,てながらです、ね、いただきながら頑張っております。そ,すそして、はい、新規スポンサーもね、えー、お待ちしておりますということですよね、はい、まだまだ募集しておりますので、うんはいはい、ありがとうございます。よろしくお願い,いたします。いますということで、ア田さんじゃ、リスナーの皆様に。 熱いいい、一言を開幕向かってお願いしますはいえー、皆様のご声援があって、選手たちはあのー、プレーという形で、目いっぱい躍動して表現しておりますので、ぜひ、あのー、彼らの活躍をスタジアムに来ていただいて、はい、見ていただいて、後押ししていただいて、そして背中を押していただきたいなと、はい、本当に思っております,、はい、ります今日やっぱり開幕に向けてね、浅田さんがどんどん熱くなってきてるのがね、感じますよ、肌で。そうですかね、お父さん、すごい感じてますよね。 ありがとうございます大久保さんもなんかグッとグッと迫ってますね <laughs> <laughs> なんかそのスケボーの猫がね、はい、の柄がパーカーの胸からキュッと出てきそうな感じがしておりますんで、うん ありがとうございます,す来週からもぜひお送りしてきますので皆さん聞いてくださいというわけで井上までございました中津氏浅田でしたそれでは最後に大久保ディレクターの大きなおたけびをお持 <laughs> ください開幕戦来るんですよねディレクターはもちろんですよで、ね、じゃあおたけびでお願いしますそれでははい。頑張れと言いましたら大久保ディレクターお願いしますよそれでは来週も聞いてください頑張れな南勝 SC ありがとうございました <laughs>